コチアは、ブラジル国サンパウロ州の第三パウロ都市圏に所属する都市である。住人、出身者の故障は、コチアの、女性型は、チアーナである。コチアの名称の由来には、諸説ある。トゥピゴデスミカ、家を意味するアクチ、口に由来するとする説、クチアは、合流地点を意味するため、同地域にその地名がついたとする説等がある。一般的には、 先住民がペットとして飼っていた小動物口屋が地名の由来となったとする説が広く知られている。行政的に独立した1856年が正式な創立年とされているが、それ以前からポルトガル人の入植者やインディオがこの地域に住んでいた。サンパウロ市議会には16世紀末から17世紀初頭まで遡るこの地域の土地の所有権をめぐっての住民間の イサカイの記録が残っている。当初はアクチアと呼ばれていたイエズス会の司祭が作った先住民のキリスト教家村だった。この地には先住民が使っていた山道が多くあったため、ブラジル奥地へ向かう探検隊によって利用されることとなった。17世紀にはバンデーランテの有力者たちがポルトガル王から無償で与えられた土地として同地を所有するようになった。 17世紀中期、著名なバンデーランテであるフェルナン・ジアスパ・エースによって、ノッサセニオーラで、モンセラットの礼拝堂が建てられ、1713年に、有力なバンデーランテであったエステボーン・ロペス・デカマルゴが、自身が所有する土地を寄贈し、そこへ、ノッサセニオーラで、モンセラット教会を移し、現代に至る。18世紀、19世紀には、 サンパウロ市とソロカーバ市を結ぶ宿場町としてにぎわった。1823年、こちらは小教区となり、1856年4月2日に町に昇格された。当時の人口は3370名で、そのうち411名が奴隷であった。20世紀、日本移民が入植し、本格的なジャガイモ栽培を開始、ジャガイモの産地として知られるようになる。 1927年12月11日、ブラジル日系人によって、ブラジルで最初の農業生産者共同組合であるこちらはただ、生産者産業組合が創立され、同地での野菜栽培と養鶏業も盛んになった。u n d p ト a b e a s t r i a プレフィクラデコチア。2014年8月16日、閲覧。EASTRIA d a p ア。i a パーキアノッサエッサーモンティセレイト2014年8月16日閲覧高知県の自治体間交流ありがとうございます